L4 から1とは、富士重工業の開発した、直列4気筒ガソリンエンジンである。試作車 P-1 用として開発されたが、P-1 の量産計画中止によって、本機も日の目を見ることはなかった。1952年、富士自動車工業は 1500cc 級の乗用車の開発を開始。P-1 と命名された試作車は、当初同門企業である。 富士精密工業の FG4A エンジンを搭載していた。しかし、このエンジンは、プリンス自動車の依頼と出資によって開発されたものであり、プリンスと富士精密の合併の機運が高まった1954年には、競合相手となる富士自動車工業への販売が不可能となった。一方、富士自動車工業も FG4A の供給途絶を見越して、 大宮富士工業に対して新たな 1500cc 級のエンジンを発注していた。L4 から1型と称する新エンジン開発の中心を担ったのは大宮富士工業の若手技術者であったホンダ、元光である。ホンダは戦前から在籍している技術者の助言やフォードコンサル、ボックスホールの小型車用エンジンを参考としながら設計を進めていった。 1954年2月には試作機が完成して、火入れが行われ、45PS の出力を記録。その後も改良が加えられ、最終的にベンチで 63PS、4600RPM を記録した。増加試作機が製作され、実際に P-1 への搭載が行われたのは、翌1955年4月のことである。本機は、 FG4A に比して、出力だけでなく、重量の面でも優れており、PE-1 の車両重量は、FG4A 搭載型 1230kg に、対して、L4 から1搭載型は 1178kg となった。ありがとうございます。